こちらが爺ヶ岳ですね。で、これが虫除けのハッカー油。効くのかな。どうなんですかね。まあ虫が追いつけないスピードで僕は走りますから。くねくねおるやろ。なんか絶対白いのとか見かけてね。あれなんやなんやなんやっつって。もしかしてあれくねくね。ああ終わったっつって。男の方発狂。いやほら見てだってこのトンネルとかさおかしいよ。これ Google マップの良くないとこだよマジで。すごいおしゃれな店内ですね。初めてのね、10時間、今まで俺ら最長8時間だから月曜日の時点では、自分がここにいることを全然想像できるしかなかった。はい、帰れ帰れみたいな。そのぐらいの胃の状態だった胃の状態かよ。初めての経験で信じられなかったけどでもなんとか調整してここまで来ることができた。明日は勝つよ、それしか考えてない。はい、プッシュやばあ、でも今回マシン3台ありますから。年行きが男とりあえず T ぶっ壊すから。今回抑えて走るよ。いや、いいぜ、おかしいのってきたから見ろ、こいつ、最高だぜ。だって、最も自分が愛したマシンを他人に壊されるのを見てる。おやろ。本日の宿でーす。生活指導男の中田先生、携帯のライトを察知してやってきて、うおいっつってやってるのバレてんだぞっつって男の中田先生だっつって女子の部屋入ってやってさ。男の方先生って、お前中線って呼ばれてるぞ。影中線来たっつおいおいうるすなんだうるすなんだよ。ノーパンで浴衣着るのはおかしいでしょ普通に。マイカっつってやってる。勝ちたい。全員優勝するやつに勝ちたい。つまりまだ優勝ってことだ。そういうことだ。今何時？朝4時20分。まあとにかく寝足りませんが出発したいと思います。どうですか調子は？技量の話は置いといて、おそらく睡眠が最も足りてる。どうやら年行きは前日に12時間ぐらい寝たみたいで一人だけ吹き上がってます。そこの方はもうダメです。実質3時間しか寝てない。先にスタートしてるからお前後でタクシーです。俺が10時やばい、強すぎるだろあいつ。うわ最高、ゲレンデみんな竹じゃん。おはようございます。うちのステッカーいる人はーい。一応メーカーショップ作った。おー。ゴーハードモトステッカー、アメリカトヨタカラーでーす。
スタートやります。 I will try to push very hard. Yeah. Push. 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 いわく10時まで走るっどうした？確かにランディホーキンスマジで速かったね。勝負にならなかった。さすがランディ本日ゲストのご視聴いただいております。なんと TNP のモリーさんが、こんにちは。いや今日楽しいっすね。何人チームなんですか？4人チーム、1走目。あ、スタート？隣にいたじゃないですか。あ、いたね。バチバチ盛りでやり合ったそう、やり合ったの。やり合った、やり合った、やり合った。序盤の走って、こうやってバイクに近づいてバチバチやり合った。こうやって、着地ってやつだから。だって旗見てねえんだもん。お友達でしょ。よーい、ドン来るかと思ったら、それ旗なんだよ。Hold on when you need a friend, I'll never let you go again. Reach out when your mind's uneasy, cause I'll understand. Hold on when you need a friend, I'll stay here to the end. Get up, don't hang your head, we'll take it step by step. Yeah.
box. All this time, all it needed was a little spark. Give me my heart back, cause somebody stole it and put it in your hand. Give me my heart back, cause somebody stole it and put it in your hand. Somebody stole it and put it in your head. Give me my heart back. Somebody stole it and put it in your終わりました。いやーよかったね。過去豊根で8時間にチャレンジして失敗した我々、1年経たないぐらいか、無事豊根レーシングでリベンジできてよかったです。来年男の方がアイアンマンします。まあ一生懸命プッシュした結果11分台出たんでよかったですが、もう少し頑張りたかったですね。だみんなで最後フィニッシュできて本当嬉しかったです。イエーイ。いやー終わりましたね。 JMCC ちょっと G 朝が本当ハズレン的な速さっていうだけで、まあ1人ずつ2回ずつね、1時間から1時間半ぐらいの間2回走っただけなので、まあ、計2時間ぐらい走っただけっていうんで、まあそこまで辛くはなかったけど、まあでもみんなでね、走ってたのが非常に良かったんじゃないかな。知らの練習来た。あのね、いやロックンロールリバーだけは異常な速さなので、ね、ロックンロールリバーまでに5人ぐらい抜かれて全部抜いて、ロックンロールリバーでパン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 でまた最後抜かれんだけどいやまあでも普通に苦手でしたね。クロスカント次アイアンマンでもう一人のパートナーのこうこの子が見たけど嘘うつベー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 ってそれ前嘘だ一緒に走っ
てて、でも気づいてくれへんかったらしくて、完全になんか後ろにべったりつけられて煽られまくったらしいけど、もうこっちは夢中だから全く気づかなくて。今回ルマ式杓子でスタートするんでしょ。いやもちろん杓子ですね。やっぱ杓子の方がこういうガレた路面でグリップするかなっていう感じはある。これダートでは杓子の方がいいかもしれないね。だから俺の言う通りにしろって言っただろ、杓子。いやこれで勝つ。